こんにちは。第73世竹の内の宿念、竹内睦弘です。今日も百人一首を読んでいきましょう。まあ今日は89首目になるんですが、これがポイントになってきます。今日は引きしない頻度です。なんで僕が笑ってるか分かりますよね。恋の歌が多いのはなんでか、藤原定家が恋をしてたのはこの人です。この人の歌を選んでます。後白河院の第三交渉、兄弟には持ち人がいます。平家追討の領事を出した兄弟には持ち人がいます。そしてこの人は鴨の山陰です。京都で最高の格式を持つ鴨神社の山陰です。その後もちろん独身で過ごされてます。まあ出家してますが、こちら忍ぶる恋ですよね。百人一首、89首目、色紙屋品能を読ませていただきます。玉のよ耐えなば耐えねえ、ながらえば忍ぶことの弱り模造する。私の命を耐えるなら耐えてしまえ。生きながらえと、生きながらえてると、忍ぶこともできなくなり、心が外に現れて しまうかもしれないから、引きしない親王にとっても恋があったわけです。藤原の定家にとっても恋があったんです。これは謡曲の定家っていうのがあるんですが、謡曲の中に定家っていうのがあるんですね。それで分かってしまいます。定家の好きだった人は色紙内親王でも身分違いです。うまくいきません。定家は身分が低いで、色紙内親王にとっても身分が高いから定家の愛を受け入れることはできないんです。身分違いの恋です。これがこの歌です。忍ぶ恋、生きてると辛いぐらいですと。でも色紙内親王は生涯結婚しませんでした。それは好きだった男性とは結ばれないって知ってたからです。その歌です。うまくいかない、両方片思いだったんですね。うまくいかないという、男女間の恋愛を歌った歌です。今だったら身分関係なんか何にも関係ないです。今なら全然大丈夫です。今ならだけど、この当時はそうはいかなかったんです。その時の彼女が歌った歌なので、
まあ南信の殿下に対して彼女と言ってはいけませんが、南信の殿下が歌った歌ですので、定価は百人一首に入れています。一種のラブレターでしょう。それでは。